2018年4大陸フィギュアスケート選手権は2018年に台湾で行われたフィギュアスケートの国際競技会。2017から2018年シーズン開催の4大陸フィギュアスケート選手権。シニアクラスの男女シングル、ペア、アイスダンス種目が2018年1月22日から1月27日まで台湾、台北で開催された。 ピョンチャンオリンピックの開催を2週間後に控えていたが、出場、回避の対応は各国で異なっていた。アメリカ・カナダの選手団は回避、日本をはじめとする他の国々の選手団はオリンピック出場に向けての最終調整を兼ねた出場となった。結果的にすべての競技で初優勝者で埋められた。男子シングルは、宇野昌磨と、 金広仕様の流行愛打つカードが注目され、宇野が SP を金差で制するも、FS で金に逆転を許し金が初優勝を飾る。田中刑事は SP を3位で折り返し表彰台に手がかかったが FS でジェイソン・ブラウンに逆転され大開発の表彰台はならず。2014年大会に優勝したデニステンは最後の4大陸となった。女子シングルは、 SP の時点で日本選手が3選手ともに6点以上離し2013年大会以来の表彰台独占もすでに見えていた。FS で坂本香織、三原前がミスなく演技し、坂本が初優勝を飾る。SP を1位で折り返した宮原は、点倒があり3位となった。総合結果は4位以下を17点近くも離していた。ペアはタラケイン、 ダニエル・オシエイグミが生死初優勝、アシュリー・ケイン、ティモシール・デュークが2位となる。3位のリョムテオク、キム・ジュシクは北朝鮮初の表彰台。上昇として知られる中国選手団は今大会は派遣しなかった。アイスダンスはケイトリン・ホワイエク、ジャン・リュック・ベーカーが初優勝、キャロラー・アヌ・ソシース、シェーン・フィルスは2位。3位の村本なり中、クリス・リードは 初の日本選手の表彰台。また1999年の開会以降、北米だけで独占した表彰台の一角が初めて崩れた結果でもあった。国際スケート連盟に加盟するヨーロッパ州を除く各国のフィギュアスケート統括団体に対し、種目ごとに最大3枠までの出場枠が与えられた。出場のために最低技術点が設定されており、 当該シーズンと前シーズンの国際スケート連盟の主催する大会でショートプログラムとフリースケーティングの両方でクリアしていなければ出場ができない。男子シングル女子、シングルペアアイスダンス、ありがとうございます。